寝てる寝てるよ今もう。ああ。おはよう。ちょっと眠気が覚めたらこれ解放する。今は眠すぎて脳みそが回ってないからちょっとギフト NG。 おはよう。おはようございます。めっちゃ眠い本当に。もうちょっと無理かも。もう眠くてもう今すぐ眠れちゃう。おはよう。と言いつつちゃんと起きるのが私なんだよね。そうちょっとだけ準備していく。毎日朝早い。準備していかないといけない。今日はありがとう。早起きの天才になれるように頑張る。ああ私のメンタルが強くなかったら起きれてないよ。私はメンタル鬼強だからねと言い聞かせる。250玉ありがとう。うん、に強メンタルよ。寒い。あ、暖房入れてないじゃん。確かにテロップつけるのも眠いぐらい。私そんなテロップつけてるイメージあるっけ。ありがとうね。はい、つけてみた。え、マジ？今日も花粉すごいの。果たして私は自分家のベッドでゆっくり眠れる日は来るの？ベッドで、いやー来るよね。私は信じてるよ。毎日4時間寝れたら最高。そうだよ。
来るよね。もうベッド持っていくしかないか。でも毎朝付き合ってくれてありがとね。いや、まあこういうのを聞いて笑えるのはもっと忙しいみんなぐらいだし、この気持ちが分かるのはみんなだよ。みんなしかいない。よいしょとか言っちゃう。ミラボお役目偉いよ。私も頑張ろう。もうお役目中の人がいるよね。ねえ見て、私の化粧水もうここまでしかない。めっちゃ使い切った。マッサージタイム。今朝はね、チピチピチャパチャパをね聞いてた。最近でも5分で起き上がれます。いつもはもう全然アラーム聞いたら即起きれてたけど、ちょっと眠くて、そうはお疲れかけるに、まさかのね言葉でギフティング受けるんだけど、マジ。でもさ、私さ光受けんだけど、私さ本当にこんなに早起きできてるの奇跡。あーにゃー、マッサージタイム。この私が、起きれるなんて。ありがとう。なんでギフト投げれないの。もう眠すぎてね、追いつけないから本当に
わ。でもなんか高校の頃も自分でちゃんと受け入れてた。ガチ3問の得もらいすぎとるかもしれん。もうもらいすぎとるって。寿司食べたい、お茶ください。もうテンションおかしくなったわけじゃないよ、ちゃんと元ネタあるからね。もうこういうのを言っていくとちょっと元気が出てくるんですよ。朝はもう本当に苦手だけどね、本当に早起きできるんですよ。ちょっとマッサージが終わりました。うん、お茶ください、かわらください、そばください、ください。3問のタック解くだいぶたまった。来ちょんかもわからん。ま3問の解くあるんかな、あんまじなんかわからんのないけど、でこっちがオリジナルって思ってていいよ。え、調べてみる。じゃあ、わあ、寿司ください、お茶ください、あれ元ネタどこ。寿司くださいね、きうん、もしかして電波悪い。かわらそばください、そう、ひき肉です的な、そう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 、寿司あげますっけ。鼻つまっちょ、かたばな、おはよう、グッドラック。マジアナゴマジいける、アナゴ大好き。いくよ、おはよう、今日も一日グッドラック。440日ありがとう。うえーん、だって聞いてよみんな、今さ、ほんと1週間のうちに4回ぐらいは早起きしてる気がする。僕隊と話し会スケジュールが最高すぎた。僕隊じゃない、花だれ、花だれと話し会スケジュールが最高すぎた。明日の朝は割とゆっくりなんだよ、楽しみだよ。でも明後日の朝がもう早すぎるんだよ。
ったら、うん、淡路島の朝はまあ普通だと思うんだけど、頑張ろ頑張ろ、乗り越えれるよ。あと6日、あ、玉梨芳一ですか、明日はノンアラですか、全然ノンアラじゃないです。明後日何時に家出るの、うん、もう多分5時半、5時とかじゃない、多分朝配信もちょっとしかできん気がする。あ、うん、明後日は5時配信を10分とかな気がするんだけど、気のせい、できても30分とか。寝れる時に寝なきゃ。ちょっとほんとに褒めてほしい。もうちょっと毎日早起きを頑張って、こうちょっと頑張ってる、自分のこと頑張ってますアピ、もうだるいけど、割と私なりにはね頑張ってるのだから褒めてほしい。キャンキャンルーム楽しみだよ。ありがとう、えらい、連日早起き、えらいと、えらいすぎ、ありがとう、えらいよ、ありがとう、えらい、えらい、ありがとう、すごすぎる、ちょっと早起き連携、えらい、ありがとう、ありがとう、だってそんな私頑張ってますアピあんまりしたくないタイプだけどさ、もう褒めてもらわないと頑張れ褒めたらね伸びるけ、私ありがとう、ありがとう、ありがとう、いやガチ、みんな私の早起きに付き合ってくれてありがとうね。みんなも忙しいのに配信しないと頑張れないから、みんなのおかげで頑張れてる、ありがとうありがとう、えらい、ありがとう、でも、もう起きて配信するは私の日課やけね、みんなこの私のルーティーンに付き合ってくれてありがとうね。早寝早起きは体にもいいよ。そうだね、できる日は来るよね。いろいろとしなきゃいけないことがあって、あんまり早くも寝れないんだよね。でもまあそこは大丈夫。満足してる。全然今の睡眠時間には全然満足してる。サボのとこもらえてるのかな。でも小さな幸せだよね、ありがとう、小さな幸せに感じられるようにならなきゃ。玉がなくなったかい、それ今日でもどうだろう、睡眠取れるほど分かんない、移動私はなんか何なんだろうね、どうなんだろう、え、分からん、私報われるよね、確かに、ありがとう、
確かに今の頑張りが未来の自分につながるって考えたら確かにすごい前向きな気持ちになれるかも。今は狭い視野で今しか見れてないけど、長いなちょっと遠くから見てみたらきっと今の頑張り、この早起きとかも未来の自分が今の自分に感謝したくなるくらいの時が来るかもしれないもんね。もうすぐ春、報われると信じて。確かにカーテンから覗く目が明るい。そうだよね、はずだよ。そうだよね。元気出るわ。じゃあちょっと指導していきますね。とりあえずちょっと入れてきます。今何時？6時53分。まあ1時間ぐらいは準備する時間があります。まだ夜がさ配信できないだろうからちょっと長めに朝配信しようと思って、でも準備もしないといけないから長めになるなとは思ったけど、あ、6時54分になった。でペロ行ってきます。もう自分でギフトしちゃうやん。褒め上手だね、みんなは。本当にリコチのご機嫌取り上手だよ。資格とかもう持ってんじゃないの。こっち褒めんしみたいな。まだ1級は早いな。3級とか持ってるよ、もうみんな。
チピチピチャパチャパチョピチョピタバタバタチコミツミコミドンドンブンブン。ちょっと乱れちった。おはよう。玉切れしたから暇？解除ないよ。おはよう。もうすぐ今日が終わる。やり残したことはないか。親友と語り合ったかい。燃えるような恋をしたか。一生忘れないような出来事に出会えたかい。かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。みんながそこまで言うなら7時から解放してもいいけど。みんながそこまできら星とか投げたいんだったら。今日着る服決めてない。とりあえずをもう取って着る取って着るあ、これうん毛玉やん。ララ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 頑張っていってらっしゃい。多分なんだけどさ、うさ花一個だけなくしたんだよね。だから一個だけになっちゃった。ニュース番組つけようよ。今の世の事情よう知りたい。うさはの一個だけになっちゃった。悲しい。ドジャース。生き別れた双子よ。本いける。もう高等ギフトになってるやん。だってみんな投げすぎた、投げすぎるじゃん、いつも。心配になるんだよ。朝は何か食べました？まだね、食べれてないよ。めっちゃみんな毛玉ギフト好きじゃん。マジ穴子食べたいんだけど。
いや、二進法系。いや、マジ昨日風強かったよね。春一番だから、現地で食べるのが一番。マジか。いいだろうけど。怖いよ。投げるものがなくて手が震えてきました。嘘やん。そんな、みんなそんなだったっけ。昔はそんなじゃなかったよね。じゃあ分かった、ハッテンションだったら解放するけ、落ち着いて。ありがてえ、ありがてえ、受ける。いいよ。おばあちゃん時間が間に合わない。そんな無理しないで。ちょっとベースメイクだけはしたいんだよね。君の席は取ってあります。いや、それめっちゃ眠い、本当に。トン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 。鼻呼吸ができません。鼻が詰まってて、うわ。YouTube つけちゃった。YouTube つけちゃったよ。
ありがとう、鼻用の回復薬。ウケる、本当に。雪の結晶ウケる。猫ミーム、いやもう見るだけで嬉しい、見れるだけで十分ない。ちょっと血色感もね。コミーム装置がいいよね。色薄い。それな。昨日チーク本当に濃すぎたの。濃すぎた。うん、濃すぎた。でも私のメイクにとやかく言う人いなくて優しかった。リモコン落としちゃった。じゃあみんながもう口でギフトを投げるようになっちゃった。怖いんだけど。鼻が通ってきたよ。お、1と25がやっぱ人気だね。いやーどうなんだろう。そんな、もうそんな大丈夫。頑張ろうね。おお、スノーさんコンペート。いやいや、ゆうや投げすぎだよ。怖い。ゆうやストップ、ゆうやストップ。もうもう人に人にもうストップって言ってんの。おもろい。8083、ありがとう。スノーさん、まゆさん、テイカーさん、渡辺さん、お仕事頑張れ。みきちゃん、スノーさん、8083、みきやくん、ひさうち、お疲れ。イベントか、めっちゃ面白いじゃん本当に。コロネさん、コンペイト、ひさうち、かわいい、ありがとう。そう、限定ストップめっちゃおもろい。もう怖かったもん。ぼやきーさん、コンコン、ひさうち、ほうゆうさん、クジラトさん、ありがとう、かわいい。8083、コンコン、トリガーさん、ほうゆうさん、ありがとうございます。福ちゃんち、くにちゃん、怖い。もうみんな怖すぎる。今めっちゃテレビ面白そうなんやけど。ディズニーシー新エリア最新映像やって。福ちゃんち、コンコン、コバさん、ありがとう。のえずさん、結婚して無理。ひーさん、リンナルフィーさん、福ちゃん、チキンタッキーさん、おーおー、コンコン、ミラボ、おー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 、ゆうやファイト、ありがとう。本当に落ち着いたよ、落ち着いたよ本当に。くにちゃん、わたやんさん、いるから。コパさん、いさおち、わたやんさん、いさおち、ありがとう。こんな、そんなことになります。あなた、結婚して無理。いさおち、8083、ありがとう。安静にしよう。うん、私は安静に。美味しそう。何、いなべなべ所長、ありがとう。アマトンさんもありがとう。8083もありがとう。開放感面白い。え、すごい。いや、綺麗。この開発本部の方、いさお近い服やか、ありがとう。クジラトさん、ティアさん、ありがとう。
シルバーストトビさん、16歳に見える？16歳って言ったらどうする？キャサクシラトさん、シルバーさん、ブちゃん、シルバーストトビさん、あや、うん、落としちゃった。え、コンコンミラボありがとう。投げすぎなのでは？落ち着いて落ち着いて、落ち着いて、うん、朝からおひな様、抜き打ちおひな様、ふちゃんち落ち着いてありがとう。コバさん、フォーユーさん、ヤッチさん、コバさんありがとう。おやおや、ありがとう。みんな、なんかもう豪華な、投げすぎやろ。コンコンはもう投げすぎやろ。コンコンありがとう。なあ、抜き打ちおひな様、片手でピース受ける。おひなさん GG、 Thank you。 いさおちハートありがとう。ふん、控えめピースよ。リサオちゃん、ハートありがとう。気が済んだかい。よかった。うずらの卵事件だ。娘、確かに娘だよ。コバさん、スーです、ありがとう。そう、うずらの卵、悲しいよ。イサお茶ありがとう。普通です。コバさんありがとう。ヘアオイルを塗って髪をサラサラにするわ。なるほどね。よく噛んで食べることって大事だね。お利口さん、すっきりしてよかったね。ラムさんありがとう。ん？どうしたの？クラブマさん、ハートありがとう。コバさん、ロムさん、ありがとう。いける。毛玉、毛玉なくなったのか。
毛玉卒業してるんか。ルーブラシどこだ、あ、落ちてたんだ。そっか、イサ落ち、ありがとうずらの卵で、私も窒息したくない。猫、猫で猫さん、ありがとう。イサオチもハートありがとうね。フーさんも、フクちゃんち、かわいい、ありがとう。抜き打ちをひな様やろ。そう、抜き打ちはひどい。おひな様投下します。あ、えらい、そういうことね。え、ちょっと見と、え、でもちょっとなんかそれもあれだな、なんか気まずいぞ、なんかそんな投下するから、はいはい、じゃあみたいな。じゃあ それはちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいっていうか、なんかちょっとなんかなんかちょっと違う。まあちょっと、投げないで投げんな。八さん、あーさん、ハートありがとう。事前予告偉いけど、投げんな投げんな投げんな行きます、投げないで、もう投げないで。エリナ水博士さん、ハートありがとう。投げないで怒ってる、うん、おひな様ダメ。2番目行きたいじゃない、もうおひな様ダメ、お預けよ、おひな様お預けです。じゃあ3番目とかじゃないのよ、ダメ、投げないで、おひな様、おひな金で、うん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 、カウントダウンからのストップ、そうストップよ。ひな金よ、ひな金。なんで言葉での方がいいの、どうしたの。ひな金してくださいね。そう、投下中止、偉いね。ほら、お役目頑張っていってらっしゃい。ブンブンハロー YouTube、 どうもひな金です。絶対服従ってワードやばいね。私が ううん、ピラボー投げもしないよ、落ち着いて。
そんな発作出さないで。そう、不意打ち投下はね、おこだって見たいじゃん。ミラボも禁止よ。ひな壇も微妙だよ。そんなギフトを投げて楽しんじゃダメよ。すごい。あ、イサオチコンペイトありがとう。あ、離席中です。離席中。まあでも今離席してないの。あら、消しとこう。コバさんハートありがとう。コバさんありがとう。高架下のやつ見てる、すごいと思って。電車の音、もう新幹線とか絶対うるーうるさいでしょ。キャンプの練習らしい。朝とか絶対そんな電車の音。これ喋ってる時に撮られた。どうするの。受ける。機嫌取り。マサさんハートありがとう。ミツさんありがとう。アスさんハートありがとう。イサオチアイスありがとう。タッキーチハートありがとう。ミツさんハートありがとう。ハートありがとう。
STU も高架下でライブする？いや音でも聞こえなくなっちゃうよね。髪の毛サラサラになった。美味しそう。サラサラになったか。二度寝したい。伸びる。そうだ、話し会の申し込みはね今日までなんです。だからもしよろしければみんなのこと待ってます。え、今日も寒いの？やだやだ。アイメイクもしちゃおうかな。ああ確かに。じゃあテロップ書いてみる。お願いします。確認お願いします。お話し会の申し込み、10枚目シングルお話し会の申し込みが本日で最終日です。ちょっと目の下茶色いけどびっくりしないで。本日でラストとなります。皆さんぜひお申し込みお願いします。販売とかも本当に嬉しくて。ありがたいなと思う、本当に。マスノリさん、フォエさん、ありがとう。
まで来てくれるってこと？あ、ね、え？うん、幕張までは遠い、うん、無理しないでほしい。オンラインも楽しいし、から出たくないよね。頑張ってて偉いよ。いや、スプラトゥーン、え、新しい世界ですか？スプラトゥーン、え、インクが可愛くなってるんだけど、マジ、あ、追加、マジか。最近はそう、ジップ見てるの。お寿司食べたい。今日も。え、まつげいつもと違う。え、なんで？いつも通りじゃない。マジ？何が違うんだろう。マサさん、コンペイトありがとう。カラスさん、コバうどん、ヨンドくん、コバさん、抹茶うどんさん、ありがとうございます。
つゆが抜けそうだと思って引っ張ってみたけど抜けなかった。これ抜けるやろ。あ、全然抜けない。いつものまつげでしょ。美味しそう。いちご。うん、眠い。眠すぎない。ふくちゃんちありがとね。今ジャックさんハートありがとう。よし、マサさんみそおちありがとう。うわい、準備できてきたよ。いちご狩りしたい。え、ヨーグルト思ったの取ってくれば。あ、そうやって私に石油促してるやん。ねぎしお牛タンさんありがとう。そっか、明日って2月29日、4年に一度の奇跡の一日。2月29日の使い方ベスト3。普段絶対行かないお店に行く。ふさんありがとう。ハート、おはようございます。開拓。え、おちゃっこって明日が誕生日。明日誕生日の人ってガチで珍しいよね。してみた。さよう飲むもいいかも。イサオちゃんありがとう。メロンパンハート、かわいいもありがとう。もうテレビに大集中してるよ。え、マジ？そうなの？明日誕生日、え、すごい、いらっしゃるんだ明日誕生日の人。すごい。
ジンさんハートありがとう、ユーナさんハートありがとう、ジンさんだるまもありがとうね。そうなんだ。ふわ、でももうこんな時間？もしかしたら家出る時間を遅くなれるかも。ちょっと嬉しい、ゆっくり二度寝できるのでは。いや15分ぐらいでも。え、嬉しい。でも確かにもっと寝れたとも思うけど、余裕があるの嬉しいです。でももうすでに余裕ありすぎだけど。え、配信も延長したい。全然だって夜ができないからね私はもう配信で生きてんだから。配信で生きてんだぜベイベー。家にいたすぎて家にいるのに帰りたい感覚に襲われる。めっちゃわかる。布団におってもあ帰りたい、お風呂におってもあ帰りたい、なるよね。缶に詰まったショートケーキ。キハさんありがとうハート、のりちゃんハートありがとう、コバさんありがとうハート、やりちゃんずさんハートありがとう、配信があるだよ、サンソンさんありがとう、のりちゃんありがとう。ダラダラする。ヤマちゃんイサオチありがとうね。わこんな朝のさテレビ番組をゆっくり見れるの嬉しい。お役目は
サバラ。楽しそう。お誕生日早く来ないかなって気持ちになる。でも私、どんなお誕生日になるかね、今年。昔家に帰りたいが私の口癖だった。嘘。でもなんかちょっと私もさ、お家でまったりする時間が最近取れてなかったから、朝早起きしてこうやって配信しながらでもこうやってちょっとまったりできるの嬉しい。なんだろう、最近のまったりできる本当にあんまなかったかも。ちょっと嬉しい。私本当にまったり屋さん、まったり屋さんなの。ま、のんびり屋さんなら言葉あるけど、まったり屋さん、私はまったり屋さんなんです。うん、誕生日が楽しみ。あと1ヶ月後で私22歳になるんだ。仕事サボり、まったり、おはよう。今日嬉しい。まったりしてもいい？うちもハートありがとう。めっちゃあくび出ちゃった。ほらディズニーシーのシーン。なんかさ、このソファーの上に座れるだけで幸せなんだけど今本当に。失わないでいくね。ありがとう。やっぱ大事な感覚だよね。えら。私もう片付け、まあ、散らからないもはや。大丈夫。でも。あれはできてない。うん、消えてない。消えたと思ってるの。これかな。もうこれ。隙間が空いてる。移動したんだ。誰かが。動いてるね、こいつら。こいつら呼び。今日可愛いかな、大丈夫かな。でもどうなんだろう、選抜だから忙しいのかな。でも選抜を役目、メディアのお仕事とかじゃない、最近やってるのは。そんな君は何を後悔するのかとかしてない。なんでなんだろうね。みつさん可愛い、ありがとう。リリーベとかそんなんじゃないし。みつさんかわいい、ありがとう。サンソンさんハートありがとう。クジラトさんかわいい、ありがとう。まこくまさんハートありがとう。リコチ個人が選ばれてる。私もそう思いたい。なんか私もなんか前に悩んだことがあって、なんか選抜だから忙しいねとか、選抜
選抜だからどうのこうの、選抜メンバーだから個人の仕事も増えてるのかも。それだったら本当他のメンバーにも失礼だと思わない？めっちゃ頑張ってるメンバーいるからね。自分のレギュラーの仕事をしてるメンバーもいっぱいいるし。昔の自分にも失礼って思っちゃう。これは別れませんけど理由はありません。何々だから忙しいとかはありませんとちょっと声を大にして言った、そう思いたいよ。私個人が選ばれてるって思いたいな。ね、ヒヒさんのハートありがとう。私みんな頑張ってる、本当に誇らしい。私はこのグループに入れるのが本当にみんな本当に偉いの。でもこのことに何でもない。複雑です。でもお役目に選ばれたいって思ってるから、どんなお役目にも。だから書き初めの通りお役目に選んでいただけて嬉しい。ラストワンさんありがとう。それな、生誕祭の挨拶とか聞くとメンバーみんないい子。それな、うん、そう。でも私は最近そう、私って頑張れてるかなって思ったりする。なんだろう、でも頑張ってるつもりなんだよね。頑張れてるか分かんない。もうね、バグ頑張りバグ。頑張れてるかな。ありがとう、みんなが優しいな。アイスレモンさん、コンペイトありがとう。なんか最近なんだろう、企画配信とかできてない。でもね、本当にできない。もう配信してるだけでも偉いって思ってほしい。申し訳ない。でもまた3月になって落ち着いたら絶対に企画配信とかいっぱいしたい。喉が落ち着いたらカラオケとかもしたいし、俺ショールームイベントのお礼配信も本当にしたいし、今すぐにでもしたい。でもちょっと落ち着いてからにしたい。休憩、マジこの配信が本当に休息。私のお仕事の準備頑張れ。そうだよ、私ファンクラブの入り方が分かんなくってさ、そう教えてもらったの。ありがとう。おもんがさん、雪の結社ありがとう。ここが本職じゃない。確かに大事にしてるけど、そうね、お役目があるものね。うん、ありがとう。だありがとう、みんな
もう本当にマジマジここが休憩タイムって感じする。ハロー、エサオチかわいい、ありがとう。 TM たかしさん、テンありがとう。アナザースカイって呼べるほどよ。どうしよう、着替えようかな、8時になっちゃった。ふさんハートありがとう。懐かしい。私が前悩んでたことを思い出した。もうそんなこと思うこともなくなったな。おお。頑張れ。ホームランすごい。バキヤくん、コバさん、ありがとう。みんながいてくれるから頑張れてるよ、本当に。マジで、本当一番みんなからの支えが。でっかいでっかい。わかる、行き星行きたい。テレビ見てばっかじゃダメだね。ダラダラ。三八さんありがとう。じゃあちょっと、行ってくるよ。またねー。これでっか。アリのママの姿見せるのよ。アリのママの自分少しも痒くない。間違えた間違えた。少しも寒くないわなのに少しも痒くないわって、ちょっとおもろいんだけど。少しも痒くないわはおもろいやろ。自分の言ったことでちょっと笑うって恥ずかしいけど、おもろ。
ただいま。ただいま。コバさん、あん、ありがとう、ハート。カラスさん、ハートありがとう。出勤頑張れ。コバさん、ありがとう。フォーユーさん、ハートありがとう。成田のしんち、ハートありがとう。福ちゃんち、ハートありがとう。かゆくないわ、やばいわ。かゆくないわ、面白い。福ちゃんち、ありがとう。コバさんも、ありがとう。フォーユーさんも、ありがとう。感想、みんな投げすぎじゃない？ツヤ肌。ウッピーミラボありがとう、ありがとうだ。コバさんハート、トリガーさんハート、ポンヌキさんハート、イサオチハート、コバさんありがとうだ、本当に。コバさんミラボありがとう。福ちゃんちキハさん、サム、福ちゃんちサンサンさん、コバさん、アオインさん、カラスさん、コンコ、福ちゃんちサム、コバさんキハさん、福ちゃんちトリガーさん、サム、トリガーさん、コバさんミラボありがとうだ、ありがとう。ウッピーもミラボありがとう。面白い。イサウチ、コバさん、フォーユーさん、ウッピー、無人ひな祭り、無人ひな祭りしてるやん。ミキヤくん、ハートありがとう。おひな様、抜けがけおひな様してるやん。ミキヤくん、ハート。ビーショップパウンさん、バラ、あなたはイサオチありがとう。回復薬、イサオチかわいいもん、ありがとう。リコさんがいるからもう一度頑張る。うわー、やばいやばい、イエーイ。お代理様イエーイとか絶対せん。誰だよ。イサオチありがとう、ハート。ただいま。おい、ウッピー、あ、ウッピー。イエーイ。本当おもろいんだけど。サム、かわいいと尊い、ありがとう。ねえねえ、お稲荷さん食べたい。お代理様で思い出したんだけど。あ、いってらっしゃいませ。頑張って。それでは行ってきます、バイバイ、いってらっしゃい。ちょっとすっきりした、よかったね。かわいい、ポケモンのダンスだって。ケンちゃん結婚して無理。お代理様、お稲荷さん、めっちゃ似てない？お代理さん、お稲荷さん。だから食べたくなってきちゃった。マクドのポテト、私昨日 S サイズ食べた。ヨーヨーの予算、ハートありがとう。もうさ、食欲が超落ち着いてさ、私も S サイズでぴったりなんだよね。お代理様と聞いて担々麺、まあ確かにちょっと似てるよね。おとなしくいるの、絶対服従、みんなじゃ、みんな。マクドのポテトの口になりましたか？なるよね。いやー、面白いな。担々麺とお代理様はどうやら微妙なとこあるけど、お代理様とお代理様は確かに似ちょる、否めんのよ。あ、せいや、霜降り明星のせいや染めてる。山口県はマクドって呼ぶのか。うん、マックって呼ぶ。違う、マック。私全然マクド呼びじゃないけど、ちょっと憧れがあるから便乗してみた。でも私はマクドナルドって言うよ。私はマクドナルド、マックのことはマクドナルドのことをマックとも呼ばないし、マクドとも呼ばない。私はマクドナルドっていう、マクダーナーっていう。せな。カイさん、ありがとう。そう、私はそれ派。
McDonald's って呼びます。でもさ、マクド呼びめっちゃ憧れるよね。ほら、おはよう。メクダーナス。バスキンロビン、全然31。31。31。31のことは31。全然31。うん、ドナルズ、ドナル、マックスドナル、怖すぎな。言ったかもしれん、もしかしたら。今つめつめ 大作戦してるんやけどさ、あれ涙袋を書くのがない。あとお尻で踏んじゃったわ。うん、そのまんま。31。今日はこのリップで生きるね。薄くてちょっとベイビーっぽいのがポイント。でも2級しか持ってない。こうでもさ、何がすごいかってさ、過去の自分をさ褒めるんやけどさ、高1の初めての英検でもう2級受かっちゃうの。あ違う、2回目の英検か。高1のやばいよね、賢すぎん昔の自分。今の自分が受けたら全然3級止まりだと思う。高1の初めての英検で準1級。あ、間違えた、準1級は行き過ぎ盛りすぎ。準2級行って、でそれで準2級行って、そうで2回目の英検、なんか英検ってシーズンがあるじゃん。2回目の英検でそう2級。高1ではすごくないか。でそっからもうなんか舐め腐ってて、英検のことえ取れんじゃねみたいな感じになっちゃったから。そうだから準1級全然受かんなかった。勉強したらよかったのに。でも勉強したくなかったんだもん。英検舐めてる、悪いよな。そう、舐め腐っちまったぜ。でも頑張ればさ、今もいや勉強したいと思わないんだよね。そんな、なんか何級とかで私を測るな。なんかさ、あ、それは自分に言っちゃうの？測るなは。ありがとうハート。え、そうだよね、準1級からまた格段に上がるよね。福ちゃんちありがとうだ。小葉さん、成田のしんちありがとうハート。いや英検2級の時全然勉強してなかった本当に。あ、うざはなそろった。
よかった。膝落ちバチバチ、ありがとう。ねえ、早起きは三問の飛ぶかも。関係全然。えらいアプリで。やんねえは確かアプリでさ勉強してるよ。やんねえは本当に伸びがすごいよ。英語、本当に英語のね才能も変わるの。宝探し、マッピーさんありがとう。ハート、ウサハナがいる、嬉しい。フさんハートありがとう。ウサハナが揃ってめっちゃ嬉しいんだけど、もう結構落ち込んでたの。あ、ウサハナ片鼻になっちゃったみたいな。よかった。フさんありがとう。ハート、本日は2月28日、充実感を味わえそう、収穫の時期だとも思えそうです。この日を境に新たな種まきも考えましょう。これから3ヶ月後に芽が出てくることを今から始めてみては。富士山の写真見たり、スマホの待ち受け画像にしたりすると開運します。マジで今すぐやるんだが、富士山の画像を見たり。富士山、芽が出て膨らんで花が咲いて実になってやるの。早起きのおかげなのでは。確かに写真集だね。3ヶ月後に写真集、なん写真集やな。なんでもかんでも写真集に結びつけるやん。写真集、やっぱ私がやってるあの中山きんに君のあのあれは筋トレはやっぱいいんだよ。始めたんだよね最近。筋肉の筋トレ、ゆるトレ、世界一楽な、だよね。写真集イコール筋トレみたいなとこあるよね。マネージャーさんに預ける。試験の時とかはどう、なんかメイクポーチとかなんかちょっとちっちゃいものを荷物にちょっとだけまとめてマネージャーさんに集める、あ、預ける。そしたらちょっともうちょっと休憩タイムにお直しができるからいいんですよ。みんなもやってみてね。龍角散ダイレクトも入れチョコ、アイドルになったらやってみて。いや私腹筋割れにくい体質なんですよね。朝一じゃないとね割れてないタイプなんで。あれ、なんか入ってた。こっちのポーチにもなんか、あ、ティッシュケースね。天才じゃん。昨日ティッシュいるなって思ったんよ。これから投稿ですか。そう、投稿します。ちょっとティッシュ取ってくる。でもちょっと腹筋とかも頑張るね。でも今プニキ、久しぶりに使ったわ。やっぱちょっとのんびり時間があるとね元気が出てきますね。いつものティッシュペーパーにティッシュがなかった。つまりはこっちにない。ティッシュがかそってるみたいだ。
使うしかない。ただいま。フォーユーさんハート、コバさんハート、福ちゃんちハート。暴れてた。福ちゃんち、キハさん、コバさん、ウッピーミラボー、成田のセンチ、コバさん、イサオチ、ありがとう。これから英検、英検じゃなかった、投稿で英検の話にとらわれすぎて、ちょっと炭治郎ティッシュを使うわ。そう、二郎のティッシュ。福ちゃんち、フォーユーさん、コバさん、ありがとう。見て、ほらこうなってるの。確かに。痩せるよね。リハ期間とか小食な上にだとめっちゃ痩せる。うわすごい、五七五きた。割と朝からすんげえ、朝からもう愉快な愉快な五七五が来た。読み上げてやろうか。いや読む勇気ないわ自分で。許せんよね。季語は俳句じゃないんだから。季語はどこですか。ひなとトラさんファイト、ありがとう。いい感じよ、私整いました。じゃあ今日のお菓子を、今日のおやつ、相棒。私が最近ハマってるやつ、いい感じ。コバさん、福ちゃんち、成田のセンチ、ハートありがとう。いやちょっと元気出てきた。みさおち、コバさん、ありがとう。じゃん、このお芋グラッセって言うんですけど、このお菓子、お芋をなんか砂糖まぶしてちょっとなんか干したみたいな、めっちゃ美味しいんだよ。エンジンかかってきた。フォーユーさん、福ちゃんち、イサオチ、ゴミゴミさん、ゴミゴミ結婚して、高級なし全然やってみる。くさん、だるまありがとう。めっちゃ美味しい。しっとりしたお芋なの。グラッセ、グラッセ、グラッセってどういう意味なの。この子をね連れて行きます。よし、マロングラッセのお芋版。マロングラッセもよくわかんない。コバさん、あ、みんな微積に、福ちゃんち、ウッピー、フォーユーさん、コバさん、ゴミゴミ、福ちゃんち、みんなありがとう。ここにいるよ。ゴミゴミも、エクスカゼさんもありがとう。グラッセくだせえ、ふふ。イサオチありがとう。コンペイトゥグラッセ、気づいたら割といい時間になっていました。あれ、私スマホどこ置いたかいの。え、スマホ私どこ置いたかいの。今日一日中スマホなし生活はきついべ。いや探せばあるよね。
夜に調理した食品。あ、そうな。グラッセってあんまよくわからんよね。あったあったあった、布団の上に。ちょっとバタバタしてすいません。いさおちありがとう、布団の上に置いてました。あ、そうなの。あ、焼き色をつけ、ツヤをつけて煮る、砂糖の衣をつける、凍らせる、調理を施したもの。あー、なるほどね。鳴らしましょうか。優しい。私もちょっとお願いするところやった。ちょっと鳴らしてくれる。でも私のブーブーしかならんけ、耳すませんないか。よし、じゃあもうそろそろ時間なので壇上の方をお呼びしようと思います。すごい朝からね、ちょっと早い朝、早い配信でしたが、ちょっとのんびりしながら、みんなと話しながらのんびりができて嬉しかった。そして9594盛り上がりもありがとうございます。じゃあ皆さん今日も健やかに頑張っていきましょう。めっちゃ配信感謝。もうね、めっちゃ私なんか心の底からなんかすごい充実感がある。 TM 高橋さん、ヨヨのヨさん、桜花さん、シルバーさん、わたやんさん、キハさん、カラスさん、渡辺さん、サンパチさん、ヒヒさん、B ショッパンさん、ケンちゃん、ひなとトラさん、モモンガさん、ネギ塩キュータンさん、なべなべ所長、おやっきーさん、あやとくん、マサさん、X 風さん、アムトンさん、おへぞさん、なりとのしんち、今日もお役目楽しくいこう、小顔タンさん、シルバーズツビーさん、みつさん、のりちゃん、くにちゃん、トリガーさん、燃えるゴミゴミな人さん、スノーさん、サンソーさん、フォーユーさん、そして本日の秋元先生枠はおっさんずサム先生です。ありがとうございます。イサオチ、リコチコンコン、ありがとうございました。そして本日のメリヘンチェンジ第3位はコバさんでした。コバさん、ありがとう。第2位はフクちゃんちでした。フクちゃんち、ありがとう。そして第1位はウッピーでした。ウッピー、ありがとう。ウケるんだけど、このアバター、すごい欲望が、レインボーのなんだって。でも写真集楽しみ。行けんだけど、ベッドの下お掃除して。じゃあ皆さん、私の早起きを見守ってくださり本当にありがとうございました。今日も一日みんなのおかげで笑顔で頑張れそうです。じゃあ皆さん、今日も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい。みんな健やかに。ふさん、ありがとう。ハート、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。アンド行ってらっしゃい。夜配信はない予定です。よろしくお願いします。じゃあ健やかに行ってきます。じゃあね、お役目行ってきます。頑張ります。健やかに。